マルサンホビー動画チャンネルです。えー、バンダイの科学する、えー、プラモデルのシリーズです。えー、プラノサウルスシリーズ、えー、ステゴザウルスの紹介になります。こちらのモデルはここのパッケージの写真にあるようにまず骨格ビルドと言って骨の状態を作ったものに今度恐竜ビルドと言いましてこう皮膚をこの、えー、骨格にこうくっつけてくっていう二段構えの、えー、プラモデルキットになっております。えー、基本的にまあ、ちょっと見るとこんな感じになってましてえっ、ー、とここが骨格ビルドっていうのでちょっと骨だけ これに、えっと皮膚とかをつけることによって、この恐竜ビルドという風になります。で、プラスティックの方の色も、この骨の色と皮膚の色とあって、あとはシールとかが入ってますので、まあ、作るとこういった雰囲気で、できるようになっております。では、今度、箱の中を見ていきます。こちらが中に入っている、部品になります。まず、えっと、こちらには、あの、こう、背中のヒレとかのところや、あの、尻尾のところの、え、こう、トゲのところに貼るシールが入ってまして。 この青い部分が皮膚のところで、これが頭の部分とか、あと尻尾の先のところですね。この白いのが骨格の方になります。こちらの方も青いところが皮膚のパーツの方になりまして、ここの白いのが骨格で、こちらに一応展示ベースの方が入ってます。部品はこれで以上になります。 こちらが組み立て説明書になりますステゴサウルス自体、えー、と大体最大で9メートルくらいの、えー、体格がありまして体重が大体3から5トンくらいで、えー、と植物食になって草食、えー、の、えー、恐竜ですねで、えー、とこちらの方にあるようにまず骨格ビルドと、えー、恐竜ビルドとありましてまず骨格ビルドの方から作っていくようになりますそしてまずこちらにはまずパーツリストとあと組み立ての,、まああのアドバイスなどが書いてあります でこちらの方には、えーと、ちょっと部分的な解説も含めて、えー、組み立てをしていきます。まずは、この、えー、と首のところから頭にかけて作るんですが、まあ、その前に、あのこの喉のところにもこう骨がありまして、どうしても姿勢が低いものですから、首のところが、えー、攻撃されますんで、これを細かい骨で構成されて、えーとまあ、要は防御している、えー、構造になっているそうです。で、まあ、この辺首か、首のところを作りまして、えーと、首のひれの部分ですね、骨盤のところを作っていきます。 で頭とか作っていきます。で次にえっ、ー、と胴体のところを作ります。で胴体のえっ、ー、とこの肋骨の部分とかが作りました。あと背中の、えー、骨盤などをはめていきます。でこちらがえっ、ー、と右の前足と後ろ足の組み立てになります。で基本的にこう今度のところはあのジョイントになってますので骨格ビルドの時にはえっ、ー、と動かすことができます。でこちらが左の前足と後ろ足になります。こちらもあのジョイント式になってますので動きます。 で次にこちらがす。っ尾もここの軸で動くようになってましてあとこの、えー、骨盤などを取り付けていきますで背中のこの、まあ、骨盤ですけれどもこれはあの攻撃とかそういうのに使うのではなくて、まあ、オスメスでなんか大小が違ったものですから、まあ、QI 行動とかに使ってたんじゃないかという説になってますで最後に、えー、尻尾と先のトゲの部分つけてで本体の方に尻尾をつけますそして、えー、この台座のところにこのように、えー、飾ることができまして でここのちょっと矢印がついてるところがこういう形でいろいろ動きますという説明になってます。で次に、えー、と恐竜ビルドの方へ進んでいきます。まず恐竜ビルドにする場合にはここの矢印がついてる部品はちょっと一回外していきます。そして、まあ、こちらから恐竜ビルドの解,解説になるんですがそしてここにもちょっと説明がありまして頭とこの骨盤のところにあのこう穴が開いてるもので脳が2つあったんじゃないかっていう説があったんですが。 なんかこちらの後ろの方は神経の方に栄養を送るためのなんか器官じゃないかというふうになっているそうです。で、えっ、ー、と、恐竜ビルドの方はまず首のところからやっていきます。えっ、ー、と、この、えー、首の骨格のところに、この上の皮膚を取り付けていきます。で、次に胴体の方は、えー、背中の骨盤とかを外していきましてで、まず尻尾のところにこのシールを貼った、この棘のところを作っていきます。 そして、えっ、ー、と、尻尾の方から、えー、徐々に皮膚をつけていきます。そして、えー、胴体に、えー、こう、パーツをこう、はめていくようになってます。で、こちらにもありますけど、まああの、こう、体のね、あの、方が、えー、側面が非常に、こう、硬いものですから、まあ、それで防御してるみたいな形になってるそうです。であとは、このお腹の、えー、皮膚などをつけていきまして、で、こっちが、えー、前足と後ろ足のところに皮膚を。 えー、つけていきます。あ、こちらはすみませ前足の方だけですね。そしてこれが前足のところで、えー、できたものをセットします。でこちらは後ろ足の方にやっぱ骨にえっ、ー、と皮膚をつけていきます。で、後ろ足の方に、えー、こうつけていきます。で、ここにも解説があるのは、まあ、後ろ足がこう結構太いんで走るのが苦手だったらしいんですが、まあ、重たい体重を支えるのにこんだけ太い足になっているという説になってます。 で背中のこのひれの部分にシールを貼っていきまして、それが終わりましたら、こういうふうに、えー、展示のベースの上に置けます。であとはまあ尻尾の、えー、トゲの方ですが、かなり強力な武器だったらしく、えー、このなんか攻撃を受けた恐竜の、えー、化石にも、そういう,こう傷がついてたものがあったそうです。かなり、えー、強力な武器になってたみたいです。これで以上になります。 えー、バンダイの、えー、プラノサウルスシリーズの新製品が出ましたらどんどんご紹介していきますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ごご視聴ありがとうございましたババイバイ